チャオ、小昼負けです。先日行われたエロールスペンスの、ボクシングの、試合を3団体統一タイトルマッチ、こちらについてお話したいと思います。まずこれ僕すごい楽しみにしてた試合なんですけど、まず、エロールスペンスといえば今全勝で負けなしですね。で KO 率も高いです。でこの選手が、前回パッキャオに勝った相手にどう戦うかというところで、僕も実はスペンスが勝てるのかな、もしかしたらひっくり返るのかなと思った試合だったんですけど、見事に接近戦、要はプレッシャーかけてくる相手に対して距離を取りながら最初は戦ってた。これこのままいったらスペンス負けるぞと思ったんですけど、そこからその接近戦に対してとにかく手数、その手数もパターンが一緒じゃなくて、右から来たり左から来たり、ボディ打ったり、そしたら左ストレート来たり、いろいろチラシをして、そんな中で、アッパー効かせたんですよね。で相手の右の顔を張らせて、で最終的にはドクターが入って、まだ続行できますよ、でもまたやりました。そんな中で最終的にこの目がね塞がって、下手したらこれ眼下底骨折してるぞっていうところも踏まえて、最終的には、KO 勝ち、TKO 勝ちですね。レフリーストップになったんですけど、ここで僕が何よりも楽しみなのが次ビッグマッチ、テレンス・クロフォードとの試合ですね。クロフォードと、このスペンスがもし試合するようなことになれば、これも実は、結構前から、クロフォードの方も言ってるし、スペンスの方もツイッター上で結構ね言い合ったりもしたりもしてるんですけど、この試合ももし決まったらラスベガスに行こうかなと思っているくらいの試合になりますんで、僕はワウワウで生放送を観戦しますけど、本当にこのビッグマッチはすごい。今このね格闘技で言えばいろんなビッグマッチあります。天心たけるもあるし、いろんなビッグマッチあるけども、僕はこのね今ボクシングの中で最高峰のタイトルマッチが行われるんじゃないかなと思ってますね。そういった意味で、昨日スペンスが、見事試合に勝って、で 僕も勉強になったところは、接近戦でプレッシャーの選手に対してどのような戦い方をやっぱすればいいのかというところ、こう戦えばいいっていうのはイメージしたんですけども、それ以上にやっぱりスタミナあって手数があって、でプレッシャー返しをするっていうこのスペンスの、実力に本当に、僕も勉強になりました。次戦のクロフォードと、そうですね、スペンスの試合は、予想としてはクロフォードが勝つとは思ってるんですけど、ただスペンスのね作戦、あと若さ、そして手数のあり方、コンビネーションもろもろ踏まえると、もしかしたらひっくり返る可能性もある。ここは本当にね残り試合が決まってから非常に楽しみに研究していきたいなと思ってます。やはりウガス選手なんですけども、やはり試合中に右眼下骨折されたということで発表がされてたということ、やっぱそうですよね、腫れは。もともとそのキューバの選手で、キューバから来てパッキャオも倒して、で応援団もね相当いたと思うんですよね。でその試合の前にねキューバの、選手が負けてるんで、KO が負けを見て、そこからですねまた勝ってやろうという気持ちで来たと思うんですけど、とはいえ非常にいいラグレーだったんで、スペンスまた勝ち続けていくんじゃないかなと、最後はクロフォードとの試合楽しみにします。先日村田さんの試合を見に行って、ゴルフの試合を見に行って、僕はそのボクシング大好きなんで、スタートはもうボクシングから始まったっていうぐらいボクシング好きなんですけど、これから格闘技もまた今度井上戦もあるだろうし、非常にボクシング盛り上がってますんで、皆さんでぜひ格闘技を盛り上げて、そしてまたいろんなことを語っていきたいと思いますんで、ぜひ皆さん、いいねとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。以上です。最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。